2001年の thaa.com MSAA イギリスツーリングカー選手権はイギリスツーリングカー選手権の44年目のシーズン。シリーズの低コストのルールとレギュレーション規制の新時代の始まりを示した。2001年には競争のコストを削減し、レースの質を向上させ、シリーズをファンにとってより魅力的なものにすることを目的として、 BTCC が完全に見直された。選手権は1992年以来シリーズを運営していたとかに代わって、ブリティッシュモータースポーツプラモーターズに引き継がれた。1990年代後半のスーパーツーリングのコストの高騰により、マニファクチャラーは競争力を維持するために必要な莫大な金額を費やすことを正当化できなくなり、イギリス選手権では特に インディペンデントエントリーが撤退し、市場最低に落ち込んだ。1999年、とかは簡素化されたエアロダイナミクス、より安価なカーボンファイバー、より一般的な部品などの変更を加えた次世代のツーリングカーの検討を開始した。2000年6月、BMP は見事で費用効果の高い、設計された新しい外観の公式の計画を発表した。 これには、マニファクチャラーが2ドア、または3ドアの車を使用できるようにし、複雑なエアロダイナミクスを使用せず、ブレーキ、ホイール、ギアボックス、ディファレンシャルなどの標準部品を使用できるようにすることが含まれる。また、当初は、前輪駆動車のみが対象となることを規定していたが、後に、後輪駆動車を許可するように変更された。2001年シーズンは、 フィールドが2つのクラスに分けられた。BTCT と BTCP である。2001年のレース形式はわずかに調整され、週末に3つのレースが行われる。2つの別々のスプリントレース、一つは BTCT クラス、もう一つは BTCP クラスで、その後に両クラスが混走するフィーチャーレースが行われ、BTCT クラスのみが、 前の3シーズンと同様に走行距離の15%と75%時点でタイヤ交換のピットストップを行う必要がある。BTC-P クラスはピットストップの必要はない。このフォーマットは BTC-P チームがスコア及び総合的な勝利、表彰台を獲得し BTC-T クラスの陰に隠れないようにするために導入された。このフォーマットは オープニングラウンドで実施されたが、b t c t クラスのグリッド数が少ないため、シーズンの残りの期間もスプリントレースが組み合わされた。b t c p チームが総合勝利に挑戦するためには、周回数を一周少なくする必要がある。b t c t チームが最初にスタートし、トラックの長さによって異なるディレイタイムの後、b t c p チームがスタートする。b t T チームは自分たちを捕まえて効果的にラップを解く必要があり、それがカメとウサギのスタイルのレースを生み出した。シーズンを通してスプリントの勝利は BTC、P クラスの7つの完全な勝利と均等に混合された。しかし、どちらのクラスにも独自のポイント性があったため、チャンピオンシップに違いはなく、カジュアルファンにとっては不必要に混乱しているとみなされ、 最終的に2002年にドロップされた BTC ツーリングジェイソンプラトのボックスホールアストラクーペラウンド1ブランズハッチでの予選スティーブソパーのプジョー406クーペラウンド1ブランズハッチでの予選アブグモータースポーツのレクサスイズラウンド1ブランズハッチでこの車は部品が足りず出走できなかった新しいルールは BTCC に残留した3つのマニファクチャラーに異なった反応を引き起こした。フォードは完全に撤退したが、ホンダは新しいルールに合わせて車を開発するために1年を費やした。ボックスホールはすぐに新車の開発に着手し、トリプルエイトレーシングが製作、運用する新レギュレーションに対応したアストラクーペを4台投入した。イワン・ミュラーとジェイソン・プラットは ボックスホールモータースポーツに残留、ホンダから移籍したジェームス・トンプソンは、エッグ、スポーツで BTCC にデビューするフィル・ベネットのチームメイトになった。ベネットは、クロフトのスプリントレースで5回の個々のクラッシュの後、次戦の出場停止を受けたが、ボックスホールは、その週末から彼を撤退させたため、フィーチャーレースにも出場しなかった。オールトンパークでは、彼の代役として、 フォーミュラ3レーサーのアンディプリオールが出場した。プジョーはビクリーレーシングの手によるプジョー406クーペ3台で復帰した。ドライバーはマットニール、クラス B からステップアップするダン・イーブスとツーリングカーのベテランスティーブ・ソッパー。チームはドニントンでも3人目のドライバーとしてスーパーバイクレーサーのアーロン・スライトを起用した。 スライトは翌シーズンからのフルタイム参戦の評価のためのゲスト参戦であった。デビッド・ピンクニーのアルファロメオ147ラウンド1ブランズハッチでの予選。MG はウエストサリーレーシングの手による新レギュレーションに基づいて制作された ZS を2台シリーズ終盤に投入した。これらは2002年のフル参戦に向けて元フォード及び日産のドライバーであったアンソニー・レード。 元フォーミュラ3及び STW レーサーであったウォーレン・ヒューズがドライブした。二つの小さなインディペンデントチームがツーリングクラスに野心的に新車を投入した。JSM は1992年の BTCC チャンピオンであるティム・ハーベイがドライバーとチームマネージャーを兼ねるチームでアルファロメオ1472台で参戦した。一台はトム・フェリアがドライブし、 フェリアがヨーロッパのスーパープロダクション選手権に出場する時にハーベイが代役を務めることが計画されていた。もう一台はデビッド・ピンクニーがドライブしたがピンクニーは6月のシルバーストンラウンドの後チームから離れハーベイが引き継いでドライブした。元インディペンデントドライバーのマーク・ブレアがシーズン後半フェリエの代わりとして2ラウンドに出場した。アブグモータースポーツは カートルビーを起用して、レクサスイズを投入した。シリーズ終盤には、ブラジルの GT レーサーであるトーマスエルドスを起用して二大体制に拡張する計画を立てていた。これはうまくいかず、エルドスはシーズン半ばにルビーに代わって、レクサスをドライブ、ルビーはチームを離れ、車の運用はトタルモータースポーツに引き継がれた。ドライバーから、 モータージャーナリストに転向したスティーブ・サト・クリフが最終ラウンドのゲストエントリーとしてドライブした。BTC、プロダクショントップクラスへのエントリーが少ないため、この移行年度のグリッド数はスーパープロダクション仕様をベースとするプロダクションクラスに大きく依存していた。HTML はロジャー・モーエンとサイモン・ハリソンを起用、プジョーのエントリーを主導し、テックスピード・モータースポーツも アニー・テンプルトンとポール・オニールを起用、プジョー306を走らせた。ティーン・エージャーのトム・ボードマンは、家族が運営するチームで5代目の306をドライブした。バーウェル・モーター・スポーツは2台のホンダ・アコードを投入、元ワークスドライバーのジェームズ・ケイト・ピーター・ケイトを起用したが、ケイトは序盤参戦を戦っただけで、サイモン・グリーブスにとって変わられた。 ティフニー・デルは8月のオールトン・パーク戦で2代目のアコードをドライブしたが、ポイント対象外であった。この他、トタル・コントロール・レーシングのジム・エドワーズ・ジュニアと、シンクロ・モーター・スポーツのデイブ・アランもアコードをドライブした。マーク・レーマは、クロフトとスネッター・トンで、アランの代わりに出場した。ホンダはまた、ビジネスマンのジョン・バチェラーの B&Q が支援する2代のインテグラも参戦させた。 ドライバーはバチェラー自身とニック・ボーモント。ジョアンナ・クラークはバチェラーの代わりにシーズン半ばの3ラウンドに出場した。ニック・ジェームスも2000年シーズン後半に使用されたインテグラで数ラウンドに出場した。グレーンモータースポーツは4台のフォードフォーカスを投入した。ギャレソ・ハウエルとマット・ジャクソンが前線に出場し、そしてベテランのリック・クレーマーとリチャード・メインズは 何戦かを欠場した。後のチャンピオン、ゴードン・シェデンは、ノックヒルで、メインズに代わって出場した。ガイアンスピードは、ギャビン・パイパーとコリン・ブレアを起用、アルファ・ロメオ156を投入した。ロブ・コラードは、自身のチームで、ルノー・クリオ、ドライブ、シリーズに復帰した。クランフィールド・オートモーティブは、ナショナル・サルーンチャンピオンのトニル・オコネント・アンディニートを起用、2台の三菱、 カリスマを投入した。ジェームズ・レビィは、オールトン・パークで出場した。ビント・クリフ・スポーツは、マット・ケリーを起用し、日産、プリメーラを投入したが、両、チームとも、シーズン序盤の数戦に出場しただけで、参戦を断念した。シーズン後半、TH モータースポーツが、スティーブ・ウッドを起用して、プロトン・サトリアで、シルバー・ーストーンとブランズ・ハッチに出場した。 ポイント対象外2001年はインディペンデントカップは開催されなかった。モンデロパークを除くすべてのレースがイングランドで開催された。両クラスで独自のレースが行われた。ポイント対象外 ABC New Regulations ウ n ストフ n ー e for 2001 BTCC クラッシュ、HTTP www.crash.net BTCC News 6671ニューレギュレーションザンウンスト4-2001 BTCC2017 年12月10日閲覧ツーリングカーアイヤーザオフィシャルデビューオブザオートトレーダーラックブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップ1999から2000ヘマルケットスペシャリストパブリケーションズ ISBN0860249298 ベネットバックス14 クロフトスプリント BTCC オートスポート a u t o s p o r t c o m h t t p s www.autosport.comBTCC ニュース一万五千八百二十四ベネットバックス版ークロフトスプリント二千十七年十二月十一日閲覧プジョーアンウンセス二千一 b t c c チャレンジャー BTCC オートスポート autosport.com https www.autosport.com btcc ニュース11897プジョーアンウンセス -2001 btcc チャレンジャー2017年12月8日閲覧 btct レクサスイズ202ツーリングカーレジスター2017年12月11日閲覧 ありがとうございます。